土井善晴さん、この方がやっぱり余蔵っていうのは名前が消えるんですよって言ったら、それは日本料理はそういうもんだと、名前が残る日本料理は泥臭いんです、本当のちゃんとした日本料理っていうのは名前は消えないか、作り手ので、そういう話を聞いて、この前小山さんたちに言ったかどうかわからないけど、そうすると作っていて名前が消えるっていうことになると、それは民芸ってそういうもんじゃないっていう話になったわけですね。そうすると余蔵っていうことのいろいろのこのまあ、意味とか応用を考えていくと、どうも民芸っていうところへぶつかるねっていう。そうすると、それをちょっとメールに書いたら、いや実は私も日本料理っていうものの一つのこうフィロソフィーみたいなものを考えようとしててね、やっぱり民芸なんだっていうことに気づいた。で、そういうメールが来たんですね。ぜひみんなでそういう議論しましょうっていう。それで、実は私は民芸館で今度は日本料理の話をするんだって言うんですよね。で、そうだったらもっと人を集めていろいろもっとこれを広げることができんじゃないかって。で、そう考えてみると、余蔵というものがものを言うものっていっぱいあるんじゃないかなと。で、第一、小山さんと私とある意味で関係ができてきたっていうのはやっぱり余蔵だよね。小山さんが非常にそういう話をアメリカの何だったっけ、あそこああ、の、スターバックスの話とかですね。で、そこでそういうことがあるよと。それから先ほどの植木鉢もね、実はそこで余蔵ができてるんじゃないか。でもっといろいろ考えるとね、我々が生きていく上で、まあ我々と動物がね、何かお互いにここ行ったら危ないよとか、今は平気だよっていうふうにライオンと共生してるわけでしょ。あれもね、一種のレーダーを持ってるわけだよね。命のレーダーみたいな。それはね、どうやってるかって、やっぱり予想をして、そうすると居場所のこと、居場所に一種のこう居場所の命が生まれる。そうすると命がまた戻ってくるのが命の余蔵循環ね。そうするとね、その命の余蔵循環ということをやりながら生きてるっていうことは、もともとこう生き物がやってたんじゃないかなっていう。